よっしゃ、これだけ離れりゃまず一安心かな。寝かしたから無理。ま、そっちの事情は知んねえけど、てめえがムカつくってことは十分わかった。この円の中に入ったら殺す。分身つってもさ、元は全部お前の細胞だろ。焼け焦げればそこは死ぬ。電撃恋をそぎ取ってはぜてやるから。消えた。カンムル、ほほ、成長しましたね、坊ちゃん。人を止められるのはこの私だけです。その娘を渡せばピトーを止めましょう。消えろクズ野郎が。電光石火ゴマ、俺が行くまで待ってろよ。電光石火により驚異的な速さでゴンの元へ着いたキルアが聞いたのは、